部員が少ないことをプラスに捉え、他校に負けないぐらい一人一人練習に励んできた屋久島。振り込んで鍛えた打撃を生かすために、守備でどれだけ失点が抑えられるかが鍵を握ります。一足先に引退した女子部員、井上空さんの思いも背負い、夏は2年ぶりの単独出場で一戦必勝を目指します。今年はバッティング練習を多く取り入れて、打撃に力を入れているチームになっています。格上相手なので、1年生にもいい経験がさせてあげたいので、拮抗した試合をできればしたいと思っています。周りの人から応援されて、悔いの残らないような熱戦にしたいと思っています。